はい、どうも、なおちんでーす。さあ、今日もマインクラフトダンジョンズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は朝起きた時に、ちょっと武器ランキングやってみたいなと思ったので、最新の武器ランキングやっていきたいと思います。トップ3を発表します。では、3位から行きますね。それでは、まず第3位。第3位はこれですね。覆われた怒り。まあ、最近、マルチをよくやるんだけども、使ってる人が多い。まあ、強いからね。これは間違いなく、強武器です。第3位は、覆われた怒りですね。続いて、第2位です。第2位は、メイスですね。いや、これをね、なぜ今まで使わなかったのかが不思議なぐらいですね。まさに脳筋武器と言っていいぐらい、ものすごく強いです。これはね、今後必ず来るんじゃないかな。第2位、間違いない。メイスです。それでは第1位行きましょう。第1位はこの武器。素手ですね。これ知ってる人って少ないと思います。なぜかっていうと、レベル1000を超えないとダメージを出せないからなんですよ。レベル1000を超えた時に、ものすごい破壊力を発揮します。1000ないといけないっていうことで、ほとんど知られてないんですけども、素手、めちゃくちゃ強いです。破壊力抜群。